放っておいてくれないか。でも鬱陶しいんだ。私ただ平田くんが心配っていくら何でも言い過ぎなんじゃない。慣れ慣れしく下の名前で呼ばないでくれるか。兄ちゃんに強く言い過ぎ。普段君が取ってる態度と同じだよ。じゃないとわかるよね。待って平田くん。今は様子を見ましょう。私を部屋に呼ぶなんて珍しいわよね。困るんじゃないの。その必要性も相当つつオープンになってるわよね。問題なし。まったく直接会って話す方が分かることもあるだろう。ふん。え今日誕生日だろ。ネックレスてかハート型だし安くはないな。2万そこそこか。高っ。あんた頭いいのにそんなとこはちょっとバカなんだ。はっきり言って100点中10点くらいだからね。鏡ある。思った通りハートはちょっと子供っぽいかな。もらっておいてあげる。それならそれでいいんだけどな。